シリビニンは、マリアザミ種子の標準化された、抽出物である、シリマリンの主要な活性成分である。シリビンとしても知られている。シリマリンは、シリビニン、イソシリビニン、シリクリスチン、シリジアニンといった、フラボノリグナン類の混合物である。シリビニン自身は2つのジアステレオマー、シリビニン A 及びシリビニン B のおよそトウモルヒの混合物である。シリビニン A はニアール、 3R7R8R 体、R、帯シリビニン B は 2R3R7S8S 体である。インビトロ及び動物実験において、シリビニンは、毒素から肝臓を保護する肝保護作用を有していることが示唆されている。シリビニンは、また、人前立腺,腺がん細胞、エストロゲン依存性並びに、非依存性ヒト乳腺がん細胞、 人子宮秩が癌細胞、人大腸癌細胞、小細胞並びに、非小細胞、人肺癌細胞に対して抗がん作用を示すことが明らかにされている。科学的に就職されたシリビニンである、チリビニン C-2, サンビス -2 ナトリウム塩は注射薬として、卵天具竹中毒といった、肝毒物質による重症中毒に対する治療に用いられている。また、 アルコール性及びグレードチャイルド A の肝硬変における支援要素としてのシリビニンの使用に関する臨床的証拠がある。シリマリンの水溶性並びに生物学的利用能の低さは製剤の改善を促した。シリマリンとホスファチジルコリンの複合体であるシリピドはシリマリンよりも約10倍生物学的利用能が優れている。 シリマリンのベータシクロデキストリン包摂作体はシリマリンよりも優れた溶解性を示すことが報告されている。調整されたシリビニン配当体はシリビニンよりも高い水溶性と管理保護効果を示すことも報告されている。フラボノイドであるシリマリンは P 等タンパク質による細胞排出を阻害することが示されている。P 等タンパク質活性の調節により p トタンパク質の基質となる薬物の吸収や生物学的利用脳に変化が生じる。また、シリマリンは、シトクロム P450 を阻害することが報告されていることから、P450 によって解毒される薬物との相互作用の可能性も排除できない。シリマリン及びシリビニンの急性毒性は、様々な動物種において、傾向並びに、静脈投与によって調べられている。 20gkg のシリマリンを蛍光投与された、マウス及び 1gkg を蛍光投与された犬は、投与後に死亡せず副作用の兆候も見られなかった。静脈内注射後の半数致死量はマウスで 400mgkg、ラットで 385mgkg、ウサギ及び犬で 140mgkg であった。最近の研究では、シリマリンは、 血糖値制御を補助することによって2型糖尿病患者の助けとなることも示唆されている。マウスを用いた実験室レベルの研究では、尻ニ人は卵天狗だけに含まれるアルファアマニチンから肝細胞を保護することが示されている。ありがとうございます。